席で5号2ラン、松井秀喜氏を抜き飛選した単独最多176号、ドジャースメッツ、日時間22日ロサンゼルスドジャース、大谷翔平投手は21日、日時間22日、4度コロチ、メッツ戦に2番、指名打者で出場し、マルチ安打を放った。打率は両リーグトップとなる368となった。大谷のバットから快音が止まらない。まずは3回1失の第2打席で右腕ハウザーのスライダーを捉えた。8試合ぶりの一発は打球速度110マイル約177キロ飛距離423フィート約 128.9 メートルの豪快弾。右翼手は一歩も動けなかった。続く5回無失1・2塁の第3打席では投手強襲の内野安打。打率362はガーディアンズのスティーブン・クワン外野手を抜き両リーグトップに立った。20日同21日の同カードには2番指名打者で先発出場し2打数1安打3四球だった。打率359、しかし6回に満塁の好機で三振を喫し、チームは4-6で競り負けて3連敗となった。得点圏打率は21打数2安打で0-95となっていたが再び快音を響かせた。フルカウント編集部